I Love Me の新作、ロケットドリーマーが配信スタートとなった。この曲は12月にリリース予定のニューアルバム、相模原のリリースに先駆け、10月から12月にかけて3ヶ月連続リリースとなる先行シングルの第1弾だ。ロケットドリーマーは、植松勉氏の活躍にインスパイアされて生まれた新曲で、諦めずにまっすぐ進む下町ロケットのモデルにもなり、民間でのロケット開発や子どもたち向けのロケット作りの体験学習などを行う植松勉氏と佐藤美穂の VO との長きにわたる交流が元にあるという。頑張りたいとき、諦めたくないとき、植松さんの言葉がポッと心に浮かぶんですと出来上がったこの曲を植松勉氏一番に届けたという。曲を聴いた植松勉氏からは、ありがとうございます、ものすごく嬉しいです、目をつぶって歌を聴いていたら涙が出ました、飛び立つと自分が成長します、そうしたら今まで見ていたものが色を失うことがあります、でも違う色が見えてきます、それは寂しいけどきっと成長です、そんな思いがいっぱい詰まってる素敵な歌ですねと最大級のエールが届いたという。植松勉氏はメンバーが懇願したロケットを持った植松勉氏の写真仕様も快諾し、それがシングルのジャケットアートワークとなった。新曲「ロケットドリーマー」には、叶わぬことになれちゃダメなんだ私の人生だからと、夢を持つ人、夢を諦めそうな人を後押しする思いが詰め込まれている。人生を諦めずに前に進もうとする人にとって大切な応援歌になることだろう。12月14日土曜日には渋谷 FS にてアルバム発売を祝い相模原リリースパーティーが開催される。I Love Me、ロケットドリーマー各ストリーミングサービス、ダウンロードサイトにて配信中配信、https://friendship.lnk.2/ ロケットドリーマー ILM、相模原リリースパーティー12月14日、土曜日渋谷 FS、オープン18時30分、スタート19時。